ございます。浪人風です。今日はですねマイクのテストをしています。それで今テストしているマイクはですねいつも撮っている、ステレオマイクですね、ステレオマイクと、それからですね、初めて、今回テストしたいマイクですね、なんていうかな、受話器を耳に当てて、録音する、相手の電話の通話、こちらの通話を一緒に録音するっていうマイクを使っています。なんでそう思ったかというとですね、ツーリングに行った時にインカムの会話をした時にこのインカムの声をですね、録音できたらいいなということで、この電話のですね、会話を録音するマイクをテストしています。で、このマイク1本だけで、相手の声と、自分の声と、ちょっとインカム使ってないんで今は別なんですけど、自分の声がどの程度ですね、入るのかというのと、あと合わせて、通常使っているステレオマイクなんですけども、これがとの比較ですね、試してみたいなと思ってですね、今回ですね、テストをしています。オリンパス、今オリンパス、テレフォン、音声の電話音声の、録音用のマイクですね、こちらの方をテストします。どうでしょう。はい、そして、いつものステレオマイクですね、ステレオマイクいかがでしょう。で、私がイメージしているのはですね、このステレオマイクと、電話のマイクをミックスさせた状態ですね、で、どのように聞こえてるでしょうか。今ミックスにしてみたいと思います。ミックスです。はい、できっとこれにですね、カメラの音声入れると全く悪くなると思うので、混ぜない方がいいけど念のために混ぜてみます。はい、混ぜてみます。はい、理想としてはですね、インカムの音声が取れるように電話用のやつとですね、それからステレオマイクと一緒に、電話のマイクとステレオマイクをミックスできたら、一番いいのかなというふうに思っています。で、ちなみにですけども、電話のマイクとても簡単なんで、耳につけるだけなんで、仕込みとかはもういらないので、これカメラと合わせてですね、なんて言うんでしょう、お手軽に使えるんですね。もちろんレコーダー、IC レコーダーなので、後でちょっと合わせる必要はありますけど。